ヘイト、皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、質問返答コーナーです。1週間くらい前に募集しました。動画で募集したの初めてだったんですけど、本当にたくさんのコメントありがとうございました。その中から何個か読んでいこうと思います。あとこのサムネイルに書いてあるこの人、僕じゃないんでね、そこんとこよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。前置きなんていらない。いや、まあこれが前置きなんだけど、もうやるぜ、スタート。イエー、ほら早く。いや、ウームに行く頻度はどのくらいですか？あ、ポキさん引きこもりだった。うるせえ。髪の毛は何本生えていますか？予想7本。うるせえ。ポッキーさんはみやゆさんのチャンネルを登録していますか？わらわらわら、めっちゃ笑ってんじゃん。そんな面白い質問か。みやゆさんのチャンネル登録ね、してません。結婚してって言うといいよっていう、もう動画見ないって言うといいよっていう、小玉でしょうか？ひさこだよ。いや、小島でしょ。個人情報をセーフなところまで晒して。いくよ、とっておきのやついくよ。iPhone はシルバー。インフルエンザ予防していますか？あのね、してます。今年注射打ちました。すごい久しぶりに注射打ちました。怖かったね、やっぱり。動画撮影で顔出ししないときはマスクしてるんですか？ということで、これ結構聞かれるんですけど、してません。だってマスクって息苦しいじゃん。マスクも黒で全身黒コーデのポッキーさんが見たいです。あ、寝癖もひどいなこれ。あの黒マスクアマゾンで注文したんですけど、この質問動画返答動画を撮るまでに届かなくて、今白マスクをそのマジックで塗りました。ラリってくる。あの本当にやめた方がいい。あと黒い服もこれしかなくて、黒っぽい服あんま黒くないっていう。もうどうしよう、もう、ごめん。あと、寝癖、ひどい。ポッキーさん、どうしたらそんなにゲームをやってる最中に喋ることができるのですか？私はゲームに夢中になって喋ることができません。教えてください。普通の人は、ゲームをやってる時に喋らなくていいです。ポッキーさん、ショートかロング、どっちの髪型が好きですか？マジで気になる。あのね、これはね、ロングです。僕はロング派ですね。女子校に手違いで入学してしまったボーリングさん。なんと男の子はポッキーさんだけでした。これって男の夢ですよね。ボーリングさんなら何をしますか？ポッキーさんだ。なんだボーリングって。いや、ほんとになんだよ。どんなミスだよ、これ。ネタ？これ。ガチ？俺ってイケメンかな？とってもイケメンだよ。え、マジ？うん、当たり前だよ。ありがとう。好きだよ。キモいからやめた方がいいよ。何これ？何この流れ？質問してくれよ、俺に。またファミやりますか？あのね、やるよ。正直やります。もう計画してるんで。まあ、あと、続報をお待ちください。ポッキーさんは付き合ったことありますか？もし付き合ったことあるなら教えてほしいんですが、告白の仕方を教えてくれ。急にタメ口になったな、この人。何があったんだろう。なんか心の変化があったんだろうな、あの最後の方で。まあ、僕付き合ったことは、ありますね。告白の仕方、僕ね、あの、なかなかチキンなので、通話で、なんか告白したような、されたような記憶があります。女の子の仕草の中で可愛いと思う仕草は何ですか？難しいね。難しいよこの質問は。まあ強いて言うとしたら、ご飯とかを食べて美味しいみたいな顔してる時。 LINE の友達何人いますか？今見たところ LINE の友達83人ですね。そのうち公式アカウント5個なので、まあ78人いるということなんですけど、まあほとんどの人がね、結構昔からの人で、そんな毎日毎日話してる人はほとんどいませんね。パーカー何着持っていますか？僕本当にパーカー好きで、もうずっとパーカー着てるんですけど、ちょっとガチで数えてみます。16着でした。適当に数えただけでも、本当にパーカー好きで、店とかに行ってももうパーカーを買おうってなっちゃうんですよ。なぜか買っちゃう。なんかね、グッズでやっぱパーカー作りたいんですけどね。まあ今年の冬をお楽しみに。地球上のみんな、こんばんは。POKIO、ポキオでーす。泣いたー。大好きか。ペットボトルの蓋を開けたまま、ボトルフリップチャレンジしてください。本当に無茶なこと言うね、みんな。まあ、水はちょっと少なめでいきます、さすがに。あの、これ、ボトルフリップチャレンジとかじゃなくて、家の中に水をまくチャレンジだからね、ただの。まあ、開けた状態で、本当にやんの、これ。いくよ。でもこれ立ったらすごいよね。いくぞ。テレビにかかっちゃダメ。ここにテレビあるから、テレビにかかんないようにこっち側に向かってやります。いくぞ。はい。え、嘘。
水もこぼれないし、立ったし。みんなが望んでるのはこれじゃないことは俺は知ってる。行くぞ、もう一回、もう一回挑戦します。行くぞ、行くぞ。立つんかい、また3度目の正直だ。みんなが望んでることをやらなきゃいけない。行くぞ、行くぞ、3回目行くぞ。いや今日ね、朝から頭痛くて、さっきマスク、自分で塗った、黒で塗った、黒ペンで塗ったマスクつけて体調悪くなってきました。吐き気がします今本当に。大変だ本当に。ということで今日はこれくらいで終わりにしましょう。今回本当にたくさんのコメント、質問ありがとうございました。一番ベストコメントはですね、こちら、こんな絵文字あったんだということで、何回打つねんということで。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価を載せてね。ではまた次回の質問コーナーでお会いしましょう。まあ次はまた Twitter で募集するかな。じゃあポッキーでした。